ゆなです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は、ゆなの毎日メイクです。イエーイ。絶対できた。始めまーす。イエーイイエーイ。まず前髪をピンで留めます。やばい、かわいい自分。あ、すごい、触覚みたいな、かわいい。ゆなかわいい。まずユアグラムの眉毛で眉毛を描きます。最近ゆな眉毛描くとき、いつも姫香ちゃんのこと想像してるんですよ。姫香ちゃんってめっちゃ優しいんですよ。可愛いじゃないですか。私は大人になったら姫香ちゃんみたいになりたいですね、って言いましたね今。眉毛を全体的に描いていきます。動かします。ケイトのパウダーを使います。こんな感じです。どれ使ったか分かんなかった。このブラシはユアグラムです。付属のブラシは使いませんとのことです。ノーズシャドウをやっていきます。ノーズシャドウを描いてるときはいつも明日の天気を当てています。明日の天気は昼でも月が5個ぐらい出ているそうです。ノーズシャドウを指でぼかします。すると鼻先も描きます。なんで鼻先を描いているかっていうと、明日の天気が月だからです。次はアイシャドウします。あ、間違えました。ハイライトかもしれないです。僕はハイライトとアイシャドウの見分けがつきません。そしてこの笑顔、本当に発色いいから。アイシャドウでした。間違えてハイライトをアイシャドウに塗っちゃってるけど、カメラ待ってるからそのまま続行っていう気分です。かわいい、かわいい。ノーズシャドウをアイシャドウでぼかしました。次はマックのハイライトです。え、なんだろうこれ、え、わかんない。アイシャドウです。やっぱりアイシャドウです。アイシャドウです。ハイライトを今間違えて目に塗っています。すごい。発色いい。いい感じですね。あ、面白い。やばい。面白い。横に面白いことがあった。失敗した。なんで今人生の奈落の底に落ちました。こんな感じでアイホール全体にアイシャドウ、あ、これはホムラですね。リサさんのホムラを歌いました。目の下にも塗っていきます。なんだろうこれ、本当にわかんない。今のはグレンゲですね多分。今のびっくりっていう顔は、やばい、犬が来た、私犬アレルギー、どうしようって感じです。あ、やばいやばいって言ってますね。やばい、無理、犬だっていう感じです。私2匹犬飼ってるんですよ。こんな感じです。次はマックのさっきより濃いアイシャドウです。こんな感じです。ピントが合わない。あ、ピントがあった、あった、あれ、あー犬大丈夫ですか？目とか鼻とか赤くなってないですか？やばい、いや本当にやばいですよね。
犬ですよ。犬とか見たことないですもん。こんな感じです。やばい、犬、犬追加しないで。次はアイシャドウ、マックの黒いアイシャドウです。全然ピント合わないんだけど。犬のせいだよ。これを目の際に塗っていきます。ここでユナからの問題です。ユナの世界で一番好きな人は誰でしょう。シンキングタイムで3、2、1。はい、答え合わせです。それ正解はひめかちゃんです。だそうです。これはひめかちゃんの心の中を表しました。これを目の下にも塗っていきます。反対側も同じように塗っていきます。そしたらマックのこんな感じの明るい色のアイシャドウを目の真ん中の上まぶたに縦に入れていきます。あと涙袋にも入れます。はい、やります。あと目頭にも塗るのがポイントです。ポンポンポンと塗ります。 OK です。次はケイトのアイラインを引いていきます。まつげとまつげの間を埋めるように描いていきます。反対側もやります。こんな感じです。そしたら次、ラブライナー、ラブライナーで涙袋ラインを描きます。これ多分あれですよ、もともとアイライン塗ったやつが薄くなったから涙袋に使ってるって前ユナ言ってたんですよ。それです。そしたらビューラーをしていきたいと思います。どうぞどうぞ、犬退散、犬退散してもらって大丈夫です。反対側もまつげを上げます。こんな感じです。次マスカラ、マンジ、あ、待って、これ間違えた、マスカラじゃない、マラカスだ、どうしよう。下まつげも塗っていきたいと思います。こんな感じです。かわいいでしょ。ハイライトとリップをしていきます。違いましたね、薬用リップですね。薬用リップを塗ります。今薬用リップを塗ったんですけど、こうまって伸ばすときにこっそり薬用リップは全部舐め取っています。次ハイライトです。眉毛と眉毛の間からと鼻先を、あと唇の上を塗っていきます。おでこにも塗ります。ペタペタペタってやります。次はチークですかな。おお、チークです。これを頬骨、髪の毛邪魔だな、頬骨の外側に塗ります。内側に塗るとほっぺが大きく見えちゃうのでここだけに塗りました。次リップです。ブランドはわかんないです。こんな感じの色です。赤ですね、ちょっと深いし赤みたいな。これをポンポンポンって塗ります。あー、リップ食べちゃいたら口を開けて塗るのがいいんですよね。なんだろう、次もう一回ビューラーやります。はい、こんな感じだったんですけど完成です。こんな感じです。どうでしたか。ありがとうございました。できた。はい、ありがとうございました。真似してくれると嬉しいです。ということで、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。なんだろう、わかんない、なんかよろしくお願いします、犬はやめてくださいみたいな。